ポンコツゲーム実況ようこそ、ケイです。今日はですね、スペシャル棟にヘラクレスンが来てて、僕はまだ 2、3回ぐらいしかやってなかったみたいですよね、動画を見返したら。で、今日はね、マスターをね、今までやってないやつでやりたいと思います。とりあえず行きます。はい、マスター。はい、じゃあね、今日はこのメンツで行きたいと思います。戦国さんですね。うん、でね、ヘラクレスンが心属性だから、まあ、コストの低い地属性を連れてきました。で、最後、ロビン使って、この3体で、バンバンバンとね、このね、エルメッポさんと、ロビンね。で、ミスター3と。ここで倒したいと思います。でね、ヘレックレスに入ったらミスター3一回使って、だったかな確か。そんな流れだった気がするね。昔やった時は。それが一番ね、スムーズにいけた気がするんで。それでいきたいと思います。でね、いつも忘れちゃうやつこれ。はい、解放。今日これ。これが、ディスロが、普通のレベル1か。で、これが、封じが1と。封じはね、あ、でもね、どっかでね、まあないかわかんない。ちょっと行ってみましょう。忘れちゃった結構前だからね。とりあえず行きます。はい。で、戦国だから必殺技多分溜まるでしょ？ロビンとかね。ウソップも、溜まるでしょ。うん。できる限り食らわないでいかないと。多分やばいから。食らわないに行きます。はい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 。こう言って、こいつからね。こいつからもうポコポコに倒すと。どうしようかな。はい。意外とこいつら強いんだよね。よいしょ。あ、意外と強い。よいしょ。意外と強いね。結構こいつらタフだな、意外と。あ、肉は取っときたいね。これ大丈夫かな？大丈夫かな？あ、いいねいいね。こいつら強いね。ここの、普通のやつ強いね。モンスターね。モンスターなのか。まあまあまあ、ぶっ飛ばします。ほい。よし、オッケー。はい。さあ、2回戦目。2回戦目は、そう、恐竜さんね。お肉は取っといてもしょうがないか。全部、しょうがないんで吐き出します。じゃあ、普通にお肉はもう使っちゃっていいよね。うん、使っちゃおう。もったいないけど、使います。はい。とりあえずこれ倒さないとやばいから。こいつは結構タフだからね。よし。よし。よしよしよし。あんま食らいたくないよね、こいつらの攻撃はね。危険な気がしますね。うん。よし、行きます。おい。よいしょ。すると変えよう。おい。よいしょー。よしよし。今のところいい感じだね。で、ここでターンを稼ぎたいね。よし、亀で。こんな感じでターンを稼ごう。あ、結構溜まるね、ここね。結構溜まるよね。亀、強かったかな、ここの亀。ちょっと、食らってみないとかね。あ、強い、強い。ここの亀強いわ。あんま食らいすぎるのやめよう。この亀2人倒しとくか。多分、必殺技、戦国溜まんなくても勝てると思うんだよな。ちょっとわかんないけど。でも、ちょっとあんま食らいたくないんで、亀食らわないでしょ。すげえ強いじゃん、ここの亀。エビちゃんだけにしとこう、食らうのは。多分エビちゃんも結構食らう気がするんだよな、6000とか。なんか危険な感じがする。よいしょ、はい。やばいかな、食らったら。4500か。結構食らうじゃん。危ない。よし。あ、そしてそんなたまらない、こいつは。なんだよ、こいつそんなたまんねえのか。まあ、しょうがないね。よしよしよし。はい、ラッキー。逃げたろ。いいよいいよ。さあ、ここね。あ、ここで、カニもいい。あ、あれ？あ、お肉くれるのか。ここでお肉くれんのか忘れてたわ。マジか。全然食らってよかったじゃん、さっき。普通にミスったね。戦国ターン稼げたね、普通に。めちゃくちゃミスったわ。まあ、しょうがない。ここでカニちゃんでターン貯めよう。お肉取って。うん。それがいいでしょう。ね。で、このおじいちゃんだけは絶対倒しておいた方がいいよね。絶対倒さないとやばいと思う。よいしょよいしょよいしょ。おし。で、多分これね、ランダム字見てたら行ったんだった気がする。で、今回弾けんじゃん。ほら弾けた、ラッキー。オッケーオッケー。あ、すげえ食らう、やべえ。すげえ食らう。すげえ食らうんだけど。よいしょ。カニちゃんでためよう、3ターン。いや、待ってよ、ミスったかなこれ。さっきやっぱ亀で貯めとくべきだったな。これ食らわない方がいいね。このまま行きます。うわー、突破しよう。
うわさっきの亀でやっぱ貯めとくべきだったな。もうちょっと余裕あったよね。まあいいでしょう。ボス、とりあえずボス。はい。で、あ、そっか、チースロット下がっちゃうんだよね。はいはいはい。で、そしたら、まずはここで、ミスター3を使ったんだね、前は。だから、今回も使います。ミスター3を、はい。サニーゴ一回飛ばしてみればよかったかな。多分ね、結構サニーゴで飛んでいくと思うんだよね。前なかったから、これね。持ってなかったから。よし、いいね。めっちゃ飛んでいくじゃん。これ結構もう余裕じゃない？てか遅延使わなくてよかった。ミスター。で、ここはとりあえず一旦普通に攻撃します。よし。よいしょ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 。ああ、結構だな、ライフ。何していくんだっけ、次。そうそう、これ使われる。ここでウソップだね。あれ、待って、こいつの攻撃力どんぐらい食らったっけな。なんかやべえ気がする。そろそろ倒さないとやべえ気がする。この次に倒そう、ロビン使って。あれ、ちょっと順番忘れちゃった。なんかしてくるとは思うんだけど、ただこの時の決戦は多分50敗以下にしても何もなかった気がするんだよな。どうです、その予想。いやー、ある。待って、何、あ、回復か。で、あ、 OKOK、 で次の臨戦なんちゃらの時にまでにロビン使って倒せばいいんだ。そう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 、それでいこう。よいしょ。多分、大丈夫でしょう。よいしょ。よいしょ。よし。次なんか待っててくるでしょ、絶対。はい。あ、来ない。待って、20敗以下にしたらこいつなんかやってきた気がするな。ちょっとわかんねえな。忘れちゃったな。ここでロビン使おう。ここでロビン使います。はい。うん、ここでロビン使います。で、倒す。ここのもうワンパンで倒す。いくよ。はい、いけるっしょ。よし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 よいしょ。オッケー。あぶね、ヒヤヒヤした。結構ヒヤヒヤするなこれ。ちょっとね、すごく前だからね、がっつり忘れてるね。うん、まずお肉あげるようすっかり忘れてましたね。そこでもうちょっとターンを稼いで、戦国ちゃんと使えるようにすれば、こんなヒヤヒヤしなかったね、絶対ね。うん。あとは3、2、5で全員飛んでってくれるっていう。それも、あれ使わなくてよかったよね。ミスタースリー。リゼ、なんとか、なんだっけ、パープ、早くなるやつなんちゃう。あれ、されてからやってもよかったよね。完全にいろいろとミスってるね。まあ、かけてたんでよかったです。はい。いや、よかったよかった。ヘラクレス、でもそっか、エースパーでは使えんのか。で、これもちょっとスタミナのある武器に回りたいと思います。はい、ということで、今日はヘラクレス倒しました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。